皆さんこんにちは。ようやく FF16 が発売となりました。皆さんどこまで進みましたか？で、このタイミングでなんと公式からこのようなメッセージがございましたので、そこについて共有していきましょうか。ゲームトレンドにクライブが入ってんだけど、いやクライブかっこいいよね。で、内容としましては、まずはこちらでございます。本日、ファイナルファンタジー16が発売しました。なんか腕の動きがなかなか独特ですね。プロデューサーの吉田直樹から皆様へメッセージがございますというところで、吉田 P からこのようなメッセージがございました。いやー、全世界同時発売おめでとうございますっていうところで、いやー、楽しみにしていたこの作品、現在進行形で、楽しませていただいております。いや、本当にね、このゲーム面白いんで、もしね、買うかどうか迷っている方は買った方がいいよ。間違いなく買った方がいいね。すげえ面白いわ。そして、もしよろしければ、このタイミングで高評価。さらに、チャンネル登録もポチッと押していただけると幸いです。100% 満足のいただける。そして、事前に勉強など必要のないゲームとして作り込んでまいりました。まあ、確かにね、まあそういった意味だと、ライトユーザーでも十分楽しむことができるし、なんか初めてファイナルファンタジーをやったっていう方でもね、十分楽しめる内容となっておりました。まあ別途感想動画でも話しておりますが、まあ最新作、本当にね、汎用性が高いというか、なんか過去のファンの方も楽しめるし、新規の方も楽しめるし、まさにそういう作品に仕上がっておりましたので、ぜひ皆さんもね、こちらやっていきましょう。いやー面白いね。感想も含めネットで聞かせていただけると大変助かりますと。ぜひね、皆さん、吉田さんもそんな風におっしゃっておりますので、皆さんのこの FF16 の感想とかも、ぜひコメント欄で気軽に共有いただけると幸いです。はい。いや、すげー面白いよなー。だけど、このゲーム。まあ、ボリューム的にはどれぐらいなのかっていうところはわからないけどさ、ね。ただ、思ってるより結構、こう多そうな感じはするよね。まあ、そんなところで、新たな CM であったりとか、新たな PV であったりとか、まあ、そういったところもですね、随時、情報発信されておりますので、こちらもぜひ、各自でご確認いただけると幸いです。めちゃかっこいいね。はいはい。まあ、そんな感じかな。そう、そんな感じですね。で、月を見ていたも、配信されておりますので、ぜひこちらも皆さんご確認いただければと思います。いやーけど名作だね、FF16。面白いわ。そう。いやけど体験版やって思ってたけどさ、間違いなく神ゲーになると思ってたけど、思ってる以上に面白い。なので様子見の方が結構多いと思いますが、まあ、買って損はないんじゃないかな。まあ、少なくとも、まあ、金出す価値はあるんじゃないかなと思いました。まあ、プレステ5をね、持ってるんであれば買った方がいいでしょうね。まあ、わざわざこのゲームのためにプレステ5を買うかって言われると難しいところはあるけど、ただまあ、購入自体はね、全然いいんじゃないかなと思いました。まあ、プレステ5もだんだんね、まあ、供給が追いついてきてるというか、普通に購入もできる状態だからね。まあそんなのが高値で買わないといけないかと言われるとそういったわけでもないんで、まあまあまあ欲しい時に買える状況ではあるんで、ぜひね Amazon とかで購入されてみてはどうでしょうか。で、次は、おお、なんかいろいろあるね。これアイテム系は回収した方がいいよね。 OK、 体力がフルだね。これさ、結構なんか取り逃し出てくるよね、宝箱みたいな。ちょっと見にくいところがあるから、てな感じでいきましょうか。特に他ないよね。今ストーリー中ですよ。現在進行形でやっているところで、これもいただきましょうか。糸がめっちゃあるんだね。あ、敵か。なんか雑魚敵戦が思ってるよりこのゲーム時間かかるというか多いよね。やってて思ったけど、作業員に警備兵なんじゃなんじゃなんじゃ。じゃあぶっ倒していきましょうか。で、レベルは22までやってきました。まあそこそこレベルは高くなってきたのかな。まあレベルの定義はいまいちわからないけど、まあそんなになんかレベル差を感じて難しいって感じたことはないので、まあまあまあ妥当なところではないでしょうか。
ただレベリングが必要ないっていうのがいいよね。だからそんなになんか特段レベリングをしないといけないっていう場面は今のところないから、そこのところはちょっと不幸中の幸いかもしれません。そっちの方か。犬がめっちゃ優秀なんだよね。でこれを叩き潰すと、蹴り潰すか。脚力やばくない？なかなかすごいよね。うわー暗いなー、めっちゃダンジョンがちょっと暗いんだよな。 FF16 って暗いっすね。でジャンプして OK。 お？これを飛べて、いいとも。これ落ちるパターンじゃない？やっぱり。待って待って待って。どんぐらい？おーっと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 、結構やべえのか。深いのか、これ。ちょ、見てるこっちが怖えわ。すまんな、助かったぜ、クライブ。最後まで案内しろよ。わかってるさ。ご愛嬌ってやつだ。おお、謎のカットシーンが入ったね。っていうことで、今のは、なんだ、絆を示すシーンみたいなところか。ちょっとわかんないけどさ。で、クリスタルのところまでやってきました。ウォークライ。ああ、バフのことね。なるほどね。うわー、ちょっと待てよ。どうしよう。そっちにも敵がいる。レベルはそんな高くないというか、ぶっ飛びすぎじゃない敵、大丈夫。ちょ、俺がぶっ飛ぶわ。おーっと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 。戦闘はそんな難しくないよな、このゲーム。で、殴って、殴って、もうくらい来た。まあ、要するに敵もバフをしてくるってことだな、このゲームは。まあ、それはそうかってところが、おほほ。なかなか衝撃的な攻撃をしてくれた。で、そっちも殴って。ってな感じ？これ自動回収じゃないっていうのかな。で、そっちか。特になんか抜け漏れとかはないよな。このまま進んでいくか。あと、このゲームやってて思ったけど、そんななんか迷うところってないよね。いい意味でも悪い意味でも迷うところがないわ。割とシンプルではあるよね。で、ここを抜けていくと。なんか FF オリジンやってるみたいやな。なんか結構似てるよね。お？どうした？ここか。なるほど。いや、犬がめっちゃ優秀だね。で、引いて、上げて、で、そこか。で、殴りまくって、殴りまくって。アカシックチャンピオン、なんかすごい名前だね。こいつも仕留めていきましょうか。 OK、 いいよ。これで OK そうかな。名前がすごいね。なんかアカシックの旧バージョンみたいな感じですかね。チャンピオンは
なんかエリートモンスターもいるって聞いたけどさ、エリートモンスターあれですね、クリア後とかに出てくるみたいな感じですね。これはチャンピオン、そんな強くねえんだよな、これ。で、殴っておしまいかね。 OK、 一応これ中ボスではないか。まあ、雑魚的ではあるから。で、ダウン取って殴りまくっておしまいと。いや、硬いね。だけど硬い。で、マイナーはボコれると。よしよしよし。ってことで、そんな感じでしょうかね。で、犬についていって、で、まだもうしばらく続きそうですね。自分がなんかどんぐらい進捗してるのかわからねえな、このゲーム。なんとかレベルでわかるんだけどさ。まだもうちょっと続くよな。まだっていうか、まだまだ続くよな。で、ここを進んでいって、サンゴの剣をいただいて、で、ここか。なんだこの鉄格子は。蹴破るぞ。脚力やばくね、毎回思うけど。脚力やべえな。はい、二人で蹴飛ばして。硬いな。次だ。もう少しだ。同時に切るぞ。合わせろよ。こういう場合ってさ、体当たりの方がいいんじゃね。おお、すごいね。面倒なもん作りやがって。で、そっちの方か。暗っ。めちゃくちゃ暗いっすね。で、犬コロを走らせて、で、進んでいくか。そろそろマザークリスタルだ。本当に。お、マザークリスタルか、もうすぐ。ま、見てなって。犬がめっちゃ前進してるね。あ、あれじゃない、多分ボス戦だな。 OK。ここか？よし、ということで一旦動画終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、このタイミングでポチッとお願いいたします。いやー、プレステ5のグラフィックがめちゃくちゃ綺麗すぎる。とんでもないことになっております。はい、ということで動画終わりますね。お疲れ様です。